職友情とは、16世紀にカトリック教会が発行した罪の償いを軽減する、証明書、免章夫、職友夫とも呼ばれる。また、日本においては、免罪夫とも呼ばれ、罪の許しを与える意味で、責めや罪を免れるものや理由、行為そのものを指すこともある。キリスト教では、洗礼を受けた後に犯した罪は、告白によって許されるとしていた。 正法教会で考えられた罪の償いのために必要なプロセスは3段階からなる。まず、犯した罪を悔いて反省すること、次に主催に罪を告白して許しを得ること、最後に罪の許しに見合った償いをすることが必要であり、正法教会ではこの3段階によって初めて罪が完全に償われると考えられた。古代以来、 国会のあり方も変遷してきたが、一般的に課せられる罪の償いは重いものであった。キリスト教に限らず、世界の多くの宗教に宗教的に救済を得たいなら、善行や苦読を積まなくてはならないとする因果応報や赤善説という考え方がある。カトリック教会は、救われたい人間の自由意志が救済のプロセスに重要な役割を果たすとする。 自由意志説に基づいた救済感を認め、教会が行う施しや聖堂の改修など、教会の活動を補助するために金銭を出すことを救済への近道として奨励した。職有上はもともとイスラームから聖地を回復するための十字軍に従軍した者に対して職友を行ったことがその始まりであった。従軍できない者は寄進を行うことで、これに変えた。 教皇ボニファティウス八世の時代に青年が行われるようになり、ローマに巡礼することで職有がされると説かれた。あとに、教皇ボニファティウス九世の時代に、教会大分裂という時代にあって、ローマまで巡礼のできないものに同等の効果を与えるとして、職有状が出された。これはフランスなどの妨害で巡礼者が難儀することを考えての装置であった。 その後も様々な名目でしばしば食油場の販売が行われていた。教皇レオ十世がサンピエトロ大聖堂の建築のための全食油を工事し、食油場購入者に全面賞を与えることを布告した。中世において公益工事の推進のために食油場が販売されることはよく行われることであったが、この食油場問題が、 宗教改革を引き起こすことになる。宗教改革がヨーロッパ全域の中で特に新生ローマ帝国で起こったことには理由があった。ドイツで最も大々的に職友上の販売が行われたからである。この大々的な販売は当時のマクデーブルク大司教くらいとハルバーしたと司教委を持っていたアルブレヒトの野望に橋を発していた。彼はブランデンブルク選定公 ヨアヒム一世の弟であり、兄の支援を受けて、選定校として、政治的に重要なポストであった、マインツ大司教委も得ようと考えた。だが本来、司教委は一人の人間が一つしか持つことしか、できないものである。そのためアルブレヒトは、ローマ教皇庁から、複数司教委保持の特別許可を得るため多額の献金を行うことにし、その献金をひねり出すため、 フッカー家の人間の入れ知恵によって、秘策を考え出した。それは、事業内で、サンピエトロ大聖堂建設献金のためという名目での食友情販売の独占権を獲得して、稼ぐというものであった。こうして1517年、アルブレヒトは、食友情販売のための指導要項を発布し、ヨハンテッセルというドミニコ会員などを、 食友情販売促進のための説教師に任命した。アルブレヒトにとって、食友情が多く売れれば、自分の手元に収益が入り、現金によって、ローマ教皇庁の心証も良くなるという思惑であった。食友情は盛んに売られ、人々は、テッセルラ説教師の周りに群がった。しかし、結果の問題に悩み抜いた経験を持つ、セアウグスチの修道会員。 マルティン・ルターにとって、職友情によって、罪の果たすべき償いが軽減されるというのは、人間が、善行によって、義となるという発想そのものであると思えた。そして、ルターが何より問題であると考えたのは、職友情の販売で宣伝されていた、職友情を買うことで、煉獄の霊魂の罪の償いが行えるということで、あった。本来は、罪の許しに必要な秘石の授与や、 悔い改ためなしに、金銭で職有状を購入することのみで煉獄の霊魂の償いが軽減されるという考え方を、ルターは職有行為の乱用であると感じた。この煉獄の霊魂の職有の可否については、カトリック教会内でも議論が絶えず、疑問視する神学者も多かった。ルターは、アルブレヒトの指導要項には職有行為の乱用が見られるとして、書簡を送り、 1517年11月1日、ビッテンベルク大学の聖堂の扉にもその胸を、印した紙を貼り出し、意見交換を呼びかけた。ルターは、この一枚が、どれほどの激動をヨーロッパにもたらすかまだ知らなかった。これこそが、95箇条の論題である。ルターはこれを純粋に神学的な問題として、考えていたことは、 論題が一般庶民には読めないラテン語で書かれていたことからも明らかである。しかし、その後、新生ローマ帝国の諸侯たちの思惑によって徐々に政治問題化し、諸侯と民衆を巻き込む宗教改革の巨大なうねぎの発端、すなわちプロテスタントの勃興となった。カトリック教会はヨーロッパ諸国に広がった宗教改革の動きに対し対抗宗教改革を 行って、後期粛清を図った。その結果、トリエント公会議の決議により、職有上の金銭による売買は禁止されることになった。なお、職有上の金銭での売買は禁じられたが、発行そのものは禁止されておらず、以後も行われた。ありがとうございます。